こんにちは、パナソニックワイルドナイツの福岡健貴です。2019年ワールドカップの印象に残っていることということですが、いろんな選手が、もう話してきたと思うので、僕は僕なりの、ことということで、やっぱり自分にとっては一つ直前の試合での怪我というものがやっぱり印象には残っています。そこからしっかりと本当に前向きに努力をして、なんとか間に合わせることができたので、アイルランド戦の勝利やスコットランド戦での勝利、そうやって日本代表としての目標ベスト8に自分自身の力をしっかりとそこに添えることができたというのは、やっぱり自分にとってもすごく大きな思い出なので、そこは僕にとって一番の印象に残っていることです。ありがとうございました。